よし。みどち、こんばんは。マザーみどち。マザーです。ポーが仲間になったところです。ポーだよ。名前がプーだった。もうポーラとプーが混ざっちゃった。ポーになんだよな。ダメ、もうゲームのね、名前とか覚えるの本当に苦手なの。ポーラもなんか間違えた。さて、何をすればいいんでしょうか。わかんないぞ。プーってひどいな。プー太郎みたいになっちゃう。王子なのこいつ。マジカルケーキだっけ。日高を作って、まあいいや、ひどきこう。変身って何？変身してみよう。何？メタモン的な？わかんねえ。プーだよ。プーで合ってるんだよ。ん？もうわかんなくなってきた。ああ。緑。待って。ポー、え？ん？わかんない。どっちが正しいのか。プーさん、プー太郎なんです、こいつは。そう覚えよう。こいつはプー太郎。
変身一生使わなさそう。でもなんか使える時があんのかな。メスのしびれは治らなかった。じゃあ、はい、カレー、あっちもうすぐやけど、ドタ配信頼める？いや、配信はちょっと、ちょっとドタ一緒にやるのはいいよ、配信はちょっと。言ってないよ、誘われたけど。うん、あんまりね、その自分はアウトドア志向じゃないから、なんだろう、一日会って飲み食いするくらいだったら行ったかもしれないけど、三泊するあれだったからちょっと断った。まで仲いいのか、別にたくさんの人に誘ってた感じでもなかったし。カレー良くないかもです。良くないのか。点が1なんだよ。そういうこと？わかんない。お。サイド、メスのしびれがずっと取れない。
あ、そうか。わかったわかった。病院で治せるのか、しびれは。多分そう。柔らかくする方をやれば。なるほど。これだ、ビリビリを取る。あー、すごい。なるほどね、これで直せるの。生産ってまた出てくるんだろうか。ポエンプー、ポエンプーのプーってプー王子のと違うか。そう、マザーを知る前、土星さんについて知ってることが応援プーだけだ。スマブラのフィギュア紹介書いてある説明はそれだけだったんですよ。ああ。サイン入りチリが。ヴィーナス覚えてる覚えてる。いや、お使いさせられるな。確かスリークね。あれ？合ってるっけ？
いや違う。ホンズラブラザーズと別れたとこっていうのを覚えてる。絶対違う。サイド同じか。うどん買っとけ。うどん買っとけ。ミュージアムじゃなくて、あったな、ここ。そうだ、ここだ、ここだ。音楽が流れてればどんな曲か分かるんだけど、また長いのが始まった。メイドインワリアでも使われてた。なんか出てきた。
ドラの友達ってだけで入れてくれるんだ。いいバナナ。チューバナナの皮か。本当に何でもいいんだ。RTA だとこの演出スキップするのができるんだろうか。どけどけ。で、これをどこに持っていくんだっけ？博物館だ。デパートの右上にある。穴に通じてるんだ。ま、RTA がまともなゲームってないよ、なかなか。あのあれ。やだ。シグマってそういうことか。全員のやつは全部シグマになってる。みどっち、おもりの頭あまりの限界に笑ってしまった。おもりはグリッチレスだとだいぶ長いしな。壊せそう。 FPS だったら撃てば爆発するけど、なんだ、
左側はまだ見てない。あ、入れるの？から出てきたクロワッサン食べたくないよ。トイレから出てきたラーメンよりマシだけど。一番 RTA がやばいゲームだな。ポータルだな。自分が知ってる中ではあのゲームは本当にやばい。あ、こんなところ泳ぎたくない。ハーフライフだと放射線ダメージです。
メンスアップオメガ。生存ルート。サイコシールドじゃない。
多分物理型だから。
対しての方が強いんだ。デフ全然役に立ったな。36も回復しちゃった。サイマグネット意味ね。あ、意味あった。あ、レベル上がった。ウサギ好み人参、ウサギ好み人参、あ、覗いてたやつがいなくなってる。テレポートできないいいじゃん。あ、これ別枠か。いや、いいじゃん、使えても。外だよ。
あーこのゴキブリやだ。あっちょっともう賢く逃げてくれ、賢く逃げてくれ。少なすぎるだけだ。あ、そっか。相手を持てないもん、こいつ。フーが見えない。フーが映ってない。かわいそう。フーってちょっと身長低そうな気がする。ジェフだけリゾット高くて、リゾットか、ジェフはリゾット高くてプーはリゾット低いね。身長が吸引、どうでもいい。先生ちょろいな。児童虐待とか疑われそう。多分ウサギさんのウサギの人間か何か。
あ、港から船が出てるとか言ってたな。ラーケンがいて。撮ったばっかりや。の話が突然出てきた。怖いな。エンジンなしでもこの船旅は出れると思うんだけど。あ。なんだっけ、肉食の、あいつに似てる気がする、すごい。肉食なんだっけ、食肉名前を忘れちゃう。
そうそうそう、肉食キングだ、肉食キング。海の生物って見た目リールソニック2連でかけても発揮されそうだから、でかいから PK サンダーが当たりやすいとかな。海だから。おお、最後シールド優秀だけど、ほら。全体攻撃。まずい。諦めるか。サイコシールドあったのにな。なんでだ。デスだけ全然食らわなかった。11とかしか食らわなくて。他がパンパン。あれ？ちょっと経験値全部ネスにいっちゃった。もう諦めて
あったっけ。いや別になんか特別なもの装備してたっけな。あ、ここ覚えてる。あのジェフが空飛んでる時のこと。では。エジプトって感じの街な。でもなんかアラビア語っぽい言葉が書かれてる。読めないけど。民族。セーブしよっか。ホテル安そう。はい。どこがスイート。仕切りすらね。今朝のコインか。ああ。よ。こいつら関西弁なんかな。だって40万って。アラビチン。
するかな。おお、強い。使ってやる。マジックトリフ。ドラえもんの卵みたいな。卵じゃねえ、ドラえもんの道具。なんで卵って言うの？あの花。やるとサイコパワーがドーンと回復する。そう。裏漢方があって、ああうどんを買い出さないといけないけどめんどくさい。テレポートで行けば一瞬か。ダンジョン作りの食感。会ったことあります。うどんを買いに行くか。一つは最低持った方がいいだろう。うどん買える場所。うどん買える場所じゃない。テレポートできる場所。
なんかポーラのアイテムがダブってる気がする。ランマに行けばなんか強いアイテム買えるの。まあいいや。小さいピラミッドだ。ヒント屋がある。まあいいです。すごいところがあると。ああ、これか。侵略者に我々は四角錐の要塞を建造し戦いに備えた。しかし我々は敗れた。だが我々の要塞はスクラビの神々によって破れた。天から来た侵略者は千年ごとに生まれ変わりますって。侵略者の時の彼方に隠れ悪の巣箱を持って、この彼方は魔境の遥か先、土の底は僕、魔境は暗き闇、他の目だけが見える。スフィンクスが全てを守り、真の勇者の訪れを待つ。
コーピオ。はい、今日はこれで終わりにしようと思います。見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。今日でチャットしたユーザーが